マリコだよ。今日は3ヶ月ぶりに小さな旅をします。今朝の6時ですね。専門学校の友達が USJ のチケットが当たったから一緒に行かないって誘ってくれたので、今回は2泊3日で初めて大阪の USJ に行きます。イエーイ。日程としては今これからヤンバル急行バスっていう北部の高速バスに乗って那覇まで行きます。で、今日は大阪の美味しいたこ焼きを食べたり、グランド花月新喜劇を見に行ったりして、明日 USJ に行こうと思います。ちょっと私ミニオンも大好きだし、映画も大好きだから、本当に初めて行けるのとってもワクワクしてて、もうなんか変なこういうのつけたいなって思ってます。はい、じゃあ早速バス乗り場まで向かおうと思います。これはオリオン元部スパンドリゾートです。ここにヤンバル急行バスが止まるバス停があるので、ここでバスを待ちます。眺めが最高だよね。でっかいおじさんがいる。おじさんの。そうそう、いるね、いるね。牛だ。牛だ。ああ。すごいね。たこ焼きも出てるね。こんにちはなのにお祭りみたいです。すごいね、やった。祭りの時はどんだけになるんだろうね。カロース。カロース。餃子じゃない。餃子の王将じゃなくて。あ、違うんだ。ちょっと聞いた、気になる。美味しいんだ、この餃子が。え、あ、本当だ。そうなの。なんかさ、同じ店さ、いっぱいない。あ、そういうことか。密集してない店なんだね。密集してない。沖縄の人が選ぶナンバーワンのたこ焼き屋さんらしいです。あ、たこ焼き8個1つ。はい、冷やしワンツカコーソース。はい、ありがとうございます。ソース。嬉しい。ソース。おー、熱い。やばいね。やばいね。ちょっと冷ます。乾杯。乾杯。たこ焼き。
回目。たこ焼き食べまーす。マリチューバーだから。あっそう。ライブしてるの。うまい。うまい。さっぱりしてる。うん、醤油だから。とろっとしてるよね、大阪の。本当。そうだよね。さ、人だくばっかじゃん。うん、大阪のさ。たこ焼き屋ってさ、路上にさ、オープンしないよ。永遠に暑いんだよね、きっと。もう、やけどはするって覚悟して食べないと。そうだね、うん、やっぱ違うね。銀だこも好きなんだけどさ、なんか、私たち文化をいただいてるよね。うまっ。うまいよね。あ、そういう、うまい。うまいよね。うん、お出汁感じるわ。うん、食べは？じゃあもう食べ、食べ食べない。めっちゃ食べ。何が好き？何をお酒のあてとか。遅れさんはいるよ。本当そう。